マイケル・ロバート・トークマンは、アメリカ合衆国入りのイシュー・クック軍、パラタイン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ参加所属。2013年の MLB ドラフト従順目で、コロラドロッキーズから指名されて、プロ入り。契約後、参加の A マイナス・キュートリシティ・ダストデビルズで、プロデビュー。64試合に出場して打率。 297、13打点、70アンダーを記録した。2014年は、ダストデビルズで7試合、A 級モデストナッツで53試合に出場し、2チーム合計で打率。293、22打点、4本塁打、65アンダーを記録。2015年は年間通じて、A 級ニューブリテンロックキャッツでプレーし、131試合で打率。九十四。 43打点、3本塁打、149アンダーを記録した。2016年は、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで129試合に出場し、打率、286、1本塁打、51打点、136アンダーを記録した。オフには、リーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのアギラス、デルスリアでプレーした。二千十七年は、 開幕からトリプル A 級アルバカーキでプレーしていたが6月27日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年はメジャーでは31試合に出場して打率2222打点6アンダーを記録。アルバカーキでは110試合で打率33116本塁打80打点139アンダーという成績だった。 2018年はトリプル A 級アルバカーキで112試合に出場して打率323、20本塁が81打点130安打を記録したがメジャーでの出場は前年を下回る21試合にとどまった。2019年3月23日にフィルディールとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍し開幕ロースターに登録された。 この年は87試合に出場して打率、277、13本打四47打点、6盗塁を記録した。2020年は43試合に出場して打率、242、14打点、6盗塁を記録した。2021年4月27日にワンディペラルタ、及び後日発表選手とのトレードでジャイアンツへ移籍した。 ジャイアンツでは64試合に出場し、5月28日のドジャース戦では9回の裏、アルバート・プフォルスのレフトスタンドへの飛球をホームランキャッチし、サヨナラを防ぐプレーを見せた。一方で打者としては打率、178、4本塁打の成績で、7月29日にディエフェとなり、8月2日にマイナーへ降格し、 参加の a a 級サクラメントリバーキャッツに配属となった。ありがとうございます。